皆さん、こんにちは。本日は、朝中高サマースクールオンライン二ゼロ二三にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます。私、松尾由紀子と申します。どうぞ、よろしくお願い致します。この朝中高サマースクールオンライン二ゼロ二三は。オンライン配信による特別授業です。まずは開催にあたりまして、皆様にお願いがございます。 これから始めます授業ではズームのチャット機能をお使いいただきますチャットの機能ですが先生のお話の中で質問したいことや感想がありましたらチャットを使っていつでも自由に書き込んでくださいそれではこれより菊田良明先生によります読解力と表現力をつけるための作文教室 読書推薦文を書こうを始めてまいります。それでは、引田先生、よろしくお願いします。こんにちは。引田義明です。もう、皆さん、暑いですね。皆さん、どうですか、この暑さ。松尾さん、どうですか。もう、焦げそうです。焦げそうですよ、ね。焦げそう、焦げそうですよね。さっき新聞見たら、10月まで続くっていう。長い。<laughs> まあ、予想なんでね、わからないですけども、とりあえず、この雨の降らない状態、暑い状態が。 全国で続いていますので皆さん暑さ対策十分にやった上でこの放送を見てください。それではまず初めにちょっとスライドに変えますので皆さんちょっとお待ちください。さて今日は「朝日学生新聞社朝中高サマースクール」ということで読解力と表現力を伸ばすための作文講座読書推薦文を書こうというお話をしていきます。さて その前にですね、夏休み有意義に過ごしてますかというお話をします。夏休みというとなんとなく長いなという感じがして夏休み。だけど日数に数えるともう三十日？もう今日は二十訓日ですから、はい。そうですね。もうそんなにないんですよね。二十五日ぐらいから学校始まるところもありますので、ああ夏休みでは自由だと思っていても逆算カレンダーを作っていくとあと何日あと何日ってやっていくと。 そんな日数がないんですね、うん、だけど夏休みっていうのは唯一こう自由になる時間のあるところですそこで羽を伸ばすのもよしなんだけれども新しい自分というかね今までなかった自分を作り出すという意味で有意義な時間でもあるんですじゃあこの夏休みをどうやって有意義に過ごすかということでまずお話をしていこうと思います、はい、<laughs> 夏休みというのは まずは苦手を克服する絶好のチャンス。いろんなものの苦手があるんだけども、その苦手というのを克服する絶好のチャンスということがあるんですね。で、これは僕はもう長い間その講師をやったりとか家庭教師をやったりとか、今でも子供たちを教えてるし大学でも教えてるんです。まあいろんな子供たちを対象にしてきて、この夏休みに。 前に進むよりもどこが苦手だったかっていうところをこう確確率確実確認するってことが大事だということなんですね。まずね夏休みに苦手を克服するコツベスト3をいきます。お知りたい。<laughs> まずはどの時点でわからなくなったのかを振り返るということなんですよ。<ー>これね毎日学校に行って学校で勉強しているだけれども休んでしまったとか。 この辺怠けていたとかこの辺なんかよく分からないままに進んでしまったけど授業はどんどん進んんん進ででいってしまうんですねうん、うん、だけれどもやっぱり授業というか勉強というのは基礎次にこれが分かった上にこれこれが分かった上にこれとこう来るもんですから、うん、そうなってみるとどっかの時点で分からなくなっているから今分からなくなって初めのうちはちょっと分からなかったことがこう大きく分かんなくなっていつの間にか数学が嫌いだとか。 あ、そういうふうになっているということがよくあるんですよね。それでこのね、前に戻るってちょっと勇気がいるんですよ。前に戻るというのはなんか自分ができないんじゃないか。そう,ね、そう。だから中2の人が中1の勉強をするってすごくこうやりにくかったりするんですけれども、でもそこのところを勉強する機会ではあるんですよ。この夏。この夏に。うん、それでぜひやってほしいのは、一年生の二年生なら1年生、その一年生ならばこの1学期の 教科書をもう一回見てほしいんですよ、うん、その勉強するっていうよりもあれこの辺苦手だったかなとか、ね、この辺りがちょっと分からなかったんじゃないかなと思って実際やってみる例えば英語でもここのところ、まあ、過去形に直すのが苦手だったりとかいろいろありますよねあこの時点でよく覚えてなかったからちょっと自分は苦手になったのかなというところを重点的に勉強するということで そこの基礎を固めることでまた前に進めるということができるんですねこれ学校が始まってしまうとなかなかこういうことができないんですよ、ね、進んでいっちゃいますからね進んでいっちゃうからね、うん、それから自分一人で振り返るということが大事でえこれは何に関してもそうなんですけどちょっと過去に振り返って自分の弱点を見つけるというところもいいポイントなんです、うん、これはまあ変な話友達のね、なんか付き合いが悪くなっちゃったなって言うと一体いつの時点でおかしくなったのかななんて言っ あの時のあの時の感じで悪くなっちゃったんだなみたいなのを見つけることもあって。過去の時点に振り返ってみるということが。夏休みにできることなんですね。これはね、ぜひ皆さんやってほしいなというふうに思います。二番目です。五分長く、五分短くというお話をします。夏休みっていうのは。すごく時間というのが、自由時間が多いんですよ。で、自由時間が多いということは。 楽しいことはどんどんやっちゃうわけですよねまあゲームは楽しいもう時間解けます時間解けますよねそのゲームは楽しいけどゲームばっかりやってると5分のつもりが30分やったりとか30分のつもりが1時間やったりとかありますね楽しいことっていうのはどんどん時間が早く過ぎていくんですね、はい、でつまらないこと例えば嫌いな勉強さっきのね過去を克服しようなんていうのはつまらないわけですよできれば見たくない、ね、できれば見たくないところがあるわけですね それすすすごく長く長感じたりするんですね <laughs> ところがここでこの夏休みの時に楽しいことを5分短くしよう、うん、それから苦しいことというのは5分長くしてみようたった5分で構わないからあと5分やってみようそうここで切り上げようということをやると力力がつくんです、ね、忍耐力がつつくくんんでですすね忍耐よ、うん、ちょっと5分やめるということだけで自分は我慢できるということができるんですね。 その我慢できる自分というものをこう持つと強くなれるんですねなので5分長く5分短く楽しいことは5分早く切り上げるそれから勉強などは5分長くやってみるこの5分という単位で調整していくことによって時間管理というものを自分ができるようになってくるんですねで時間というものの大切さがわかるというのはこの夏休みの自由時間があるところなんですね でこの5分を大切にすることによって習慣ということが身についてくるということなんですね。難しいですけども,、ね <laughs> ね、でも今コメントに5分なら挑戦しやすそうです。それからなかなか立ち上がれないとかね例えばお風呂に入りなさいと言われてるんだけどなかなか面倒くさくて立ち上がれないとかねああ早く起きなさいって言われてもなかなかこう起きられないっていうね。 あるある特に中学生はやっぱりね体がねちょっと変わる時期でもあるし体が重かったりとかいろいろ変化が大きかったりする時期なんですねそれから大谷翔平じゃないか大谷翔平は9時間から12時間寝るっていうんですけどそそんんんな寝るでですすすねそううつまり成長期っていいのはすごく眠いんですよだからだるくなったりするんですけどもそれでも何かしなければいけないという時にいい方法というのはこういうことなんですよ。自分でね5、4、3 に一と手を叩いてパッと立ち上がる癖をつけるんですよカウントダウンをして手を叩くんですかカウントダウンをして手を叩いて五四三二一パン、勉強だとかお,<ー>お風呂だとかっていうこう自分の中にそういう一つのもうアクセントのポイントを作るんですね<ー>そのアクセントのポイントをしてまずお尻が上がるというか この手を叩くと一緒にクッとこうお尻が上がる癖をつけると、次の行動に行きやすくなるんですよ。そうか、きっかけがないだけなのかもしれないですね。機械のようにこう体を動かすっていう,癖を機るう。機械化すると。なるほど。これはできるんです。それ心でやろうと思うと難しいんですよ。<laughs> あ<ー>あー、面倒く,くさい。本当面倒くさい。こう体にこう力いる、こうなるじゃないですか。そこのところを五四三ポンといって、体が上がるっていう癖をつけると、そこのね。 シャキシャキと動けるようになるんですよね。うん。あ本当に寝る前あとにでもやってみようかな。そうそうぜひぜひねこういうのねやってみてほしいんですよね。でこういうねちょっとした癖セ付けを自分でしてあげるとあの動きが変わってくる。そうかな夏休みチャイムもなりませんしね。そうそうそう。あと一話 YouTube 見てからってなるとまた一時間になっちゃうからそこで自分でカウント。あのショートとか TikTok とか見てるとねもうね。 アウ,ね、アウトです。<laughs> 時間が解けますね。本当に。でそれをやめるきっかけというのを作るということは大事だなというふうに思いますね。次に行きますね。はい、<laughs> 次はね、推し本、推し作家を見つけるということなんですよ。推し活。うん、推し活ですね。うん、この推し活っていうのは、 このすごく僕大事だと思ってるんです推しっていうのはすごくいい文化だなというふうに思っているんですね僕は大学で教えていますけどもファッションが大好きな子がいるんですよで、そのファッションが大好きな子はそのファッションデザイナーのやっぱりいろんなデザインのあれを読んでるんですけどその人はそれを押してますからその人の書いた本とかものすごくよく読んでるんですよ<ー>ものすごくよく読んでて40分でも50分でもその人の書いたものをねしゃべるんですよ、えー すっごい読解力なんですよすよごい記憶力なんですよ、うん、つまり推してる人の本とか推した作家の本という自分が好きで好きでしょうがないものというものを活字化で見つけた時にはこれはね読解力ががすすごく上がるんです、ね、んそれはねアイドルが好きだったらアアイイドドルルででもいいんですよアイドルがどんなことを言ってるかでも構わないからとにかく推しの本。 うん、例えばねもうあの、まあ、僕なんて太宰をサブったらすごい好きだったんだけど当時、まあ、今だったら推し活を知ったわけですよね。だってわざわざ実家まで行ってるから推 <laughs> <ー> <laughs>、うん、し活をしてたわけですよね。おでそうやって推し活をするとその読みっていうのがものすごく深くなるんですよね。 うわいやでも本当に皆さんも今推してるものもあります自分でも推しぶんが書けます推しぶんねぜひ書いてほしいんですよ推しぶんいいですねでそれは全然そのなんていうかな学校のジャンルじゃなくて全然構わないんです僕は今大谷翔平がめちゃくちゃ推してるわけ推し勝つ大谷翔平大谷翔平推し勝つだから大谷翔平に関する文章は死ぬほど読んでるわけ大谷翔平で論文書けるんじゃないかぐらいになってる本当ですかそのぐらい好きになると やっぱり一個大谷翔平の書いたもの、電気なで、いろんなものありますよね。それから、大谷翔平が読んでいた本なんて、読めなくなるわけです、ね。ああ、そっか、それも、つながってますからね。そう,つながってそうするとね、おし本ん、おしか、サッカーっていうのを見つけることによって。すごく好奇心とともに、本を読むことができるようになる。これが大きいんですよ。そっか、楽しいですよね。そ<う>なんか、大谷翔平の気持ちがわかるようにな気持ちあるし。わかる、わかる。そうそう。で、そういうふうにね。その好きな人のものを見つけていくことによって、すく、進んでいく。 で、それが文学のジャンルとか、自分の好きなジャンルで見つかれば、もうそこにずっとこう行く。中学生だったら、もしかしたら大学までそれ行くかもしれない。最高。というところまで行く、押し本、押し作家。それから、押し分を書く癖っていうのをつけてほしいなと思うんですね。うん,うん。先生に言ること、すごくわかる。かありがたいな。ね<ー> <laughs> うん。作文を書くこと、つながるということですね。うん、そう。本当にね、その。うん、学生は。ファッションのことが好きでね。 その人の老いたちからずっと読んでいってここの時にこんな天気があってその時にこんな言葉を語ってっていうことで、うん、お前それ文章に書けよっていうぐらいすごいになって読みたくなるそうもうそういうふうに、ね、ほぼ作家にいくぐらいに推しっていくんですよねつまりやっぱりモチベーションが高いってやっぱり大事なことなんですよ、うん、モチベーションですよねもう塊うモチベーションこのモチベーションというのを遊ぶばっかりに使わないで書くという行為、うん、読むという行為に結びつけると ここれは変わるとということですね、えー、もう自分だけの問題じゃなくてそうするとそれを読んだ人がその人も幸せになるから役に立てそう、はい、さてこうやってね、うん、苦手を克服するということと新しい自分になるっていうことですね苦手を克服するそしてそれによって新しい自分になるということが夏休みこの二十何日間三十日の間に少し変わるということが大事。 学校に行ってると「何お前すかしてんだよ」とかね「何かお前最近変わったな」って言われるけど夏休みは自由ですから確かに夏休みは自由ですから全然スポーツが苦手な子が「そう僕はスポーツマン」って言って <laughs> 決めて別人になったってやっていいわけですよ。僕は本が読むの嫌いだっていう演技を25日30日やってみるだけでも変わるということなんですね。うん こうやって違う自分のふりをしていくということで変わっていくということなんですよねこれが夏休みの過ごし方だというふうに思っていますはい。なるほどはい。さてじゃあ次に行きますね、はい、そう推し活っていいことなんですねって言うけど推し活っていうのは何でもそうだけど 昆虫好きな人が昆虫推しで昆虫の大科学者になるわけですよああ確かにそうです、ね、鉄道好きな人が鉄道の推し活をやって鉄道マンとして働くわけですよそうか。僕は太宰王様が好きだったて夏目創世が好きだったりするから今大学で教えるまでになっているんで,ですよね、うん。つまりそれは推し活なんですよ全部が人生推し活で人生推し活なんです、はあ、だからその推すものがないっていうことは何にも興味を持てないっていことだから それがドラマでも何でもいいまず押すモチベーションっていうのを持つことによってその熱量を他に使えるようになってきますから熱ですねそうですはいという話ですねじゃあさて今度は読書推薦文という話にこう書いて話に入っていきます、はい、実はこの読,読書推薦文を書くというのも押し文に近いんですよそうなんですかか推薦文ですから 推薦というのは誰かに対して押すってことじゃないですか。すね、押すですか。そうそうそう。押し活なんですよね。押し活文そう、うん、読書の押し活文を書くというようなものだと思ってほしいんです。うん、実はね、このお気に入りの一冊はあなたへというこのコンクールなんですけども、僕がもうあのずっとコンあの審査員をやっているんです。はい。で中学生小学生の作品をねたくさん読んでるんですけども、うん、応募してもらってからのこのね読むね。 秋の時間がとっても楽しいんですよ<ー>もうね中学小学校のみんながね今どんな本を読んでどんな風に推しているのかというのをね読むのが楽しくて楽しくてしょうがないものなんですそしてぜひこのねこの3回目になる今回のコンクールなんですけどみんながね結構喜んでくれるんです書いてくれた人がね、うん、でそれ喜んでくれてる理由っていうのがこうあるんですけどね、はい、まず一つは字数が300字しかないってこと、うん 一枚書かなくていい字数がね三百字しかないっていうことなんですけれども、実はこの三百字っていうところにこうミソがあるんですよね。うん、<laughs> 僕は大学でも教えています。だから一般の人にも教えています。ビジネススクールでも教えています。その教えてるときの一つの枚数というのは三百字なんです。一つのものを書くときに三百字にしているんですよ。<ー>だからすごく有名な会社の重役さんも三百字でまとめてくださいっていうふうに言うし。 大学大学の学生,学生にも300字でまとめてくださいつまり何かを300字にまとめる癖をつけると400字はすぐいけますよねで300字を短くするっていうのもいけますよね何かを300字にまとめるということはそのものをうまく要約する力がついているということなんですよだから我々が何かを推薦しようとか押しこうやりますよね300字ぐらいにまとまっていると 言いいやすすわけですよね<ー>それから300字ぐらいまとまってあそういう意味なのかっていうのが分かりやすいわけです。いそ<う>うということは何かというと本を読んで300字ぐらいにまとめるというのは読解力をつけていったりそれから表現力をつけていくという意味でもこの300というのはマジックな数字なんですよね。でこの300を書書いいて400字ぐらい書けるるようになると 800字を書けるようになるんですよ。すぐなるんですよ。もう一枚。もう一枚,枚ぐらいは行くんですよね。うん、で、その800字書けるようになると、もう簡単にあの3枚ぐらい書けるようになるんですよ。あ、もう一枚。もう一枚っていくんですよ。よ初めのところってのは何百字何百字なんですよ。だからそれを過ぎるとあとはもう何枚何枚って行くわけですよね。そうすると、芥川賞って全部で80枚以上なんですよね。ああ80枚。80枚なんですよ。80枚までいけば。 もうそれは作家ですよ皆さん道が開ける大学生っていうのは一つのやりとして原稿用紙10枚なんですよだから原稿用紙10枚をいきなり書けっていうと難しいけど300字を書くということをやっていくことによってこれ変わってくるということなんですねだから自分の好きな本推し本というのを300でまとめるっていうのはとっても面白いことなんですね<ー>やろうと思えばできるという感じですね二番目がこれが大事なんだけど 課題図書とか先生に押し付けられた本とかを読むのではなくて自分の好きな本で構わないんですよ推し本推し本でいいわけですよ<ー>何の本でも構わないわけですよねお次が広いジャンルから選べるということはね、ええ、結局漫画でもいいんですよ漫画も入ります写真集でもいいんですよ文字ないですね文字ないそうそうそれからえー、例えば料理本でも構わないわけですよええー。つまり何かというと本という形態をしているものの それを自分は誰かに対してこの本めちゃくちゃいい本なんだよ<ー>ぜひ読んでみてっていうことを勧められればそれでいいということなんですよねだから例えば僕はコオロギが好きだったとしましょう大嫌いだけどねリアルでは僕は虫は大嫌いだけどそのコオロギがね好きで,で松尾さんにねコオロギってさこんな可愛いんだよってこうこう,っとこう本を勧めるじゃない 松田さんコオロギ大っ嫌いかもしれないけれども、はい、だけれども進めたことによってあコオロギかわいいのねって思ってくれればそれは本を進めたことになるじゃないですかなりますだけど、まあ、ダザイオサムが好きだとかね僕は大谷翔平はねこんなんだよって言ったらじゃあ大谷翔平私も追いかけてみようかしらってなったら動くことになるわけで、うん、あ確かに。こういうふうに誰かを動かすとか,かすそういうことが大事だということなんですねそして読書感想文と 読書推薦文の違いということについてお話をします気になります読書感想文というのは皆さんも書いたことがありますよねつまり読書感想文というのは本を読んでその内容について感じたことなどを書いていくというお話ですが、はい、読書推薦文は推しです推しあなたが自分で選ぶ好きな人の本を読むでそれで読んでみるで感じたことを誰かに伝えたいと思うということで その誰かに感動ししてほしいあなたにも感動してほしい、うん、あなたにもこの映画感動してほしいあなたと一緒に料理を作りたいあなたのこういう悪いところを直してほしいからこの本を読んでみてってその誰かかに対して何かを書くということなんですでここで大事なことはね、うん、文章って僕は文章を書いてもう19冊本を書いていろんなところで教えていますがそれが何ができるかというと僕は文章というのは全てラブレターだと思ってるんですよ。 文章はてラだからこういうものを書くときも全部自分の推し文を書いてるようなものであなたに分かってほしいあなたにもっとこういうふうに感動してほしいと思うことで全ての活動があるわけですよね。で皆さんもテストやなんかやる例えば試験という入試というものがあるかもしれないけどそれはただ点数を上げることではなくて採点者に対して「僕はこう考えたんだよ」とか「僕はこういうふうに思うんだよ」という。 熱い気持ちをぶつける気持ちになると試験というものがラブレターになっていくわけですよ試験がラブレターになるんです試験がラブレターになる、えー、つまり試験が自分の偏差値でやってるって自分ができたかできたかじゃなくて僕はこうできるんだよということをぶつけることによってこう変わってくる特に最近は現代国語やなんかがその自分であの短い文章を書くようになってきてるじゃないですか、えー、でそういう時にでもラブレターだと思ってやっていくということが大事だ うううね、試験官の例えば木村先生を動かしたいあ<ー>そう木村先生にどこまで俺が勉強してきたかっての見せたいとかどうやってそ,うその相手に対してて書くっていうことが大事<ー>というこことなんでね、うん、の相手に書いて書くということで例えば「お父さん」というのがあったらこの「お父さん」というのだけではなくて「はい、鉄道宅のお父さん」というふうにこう<ー>ガーッと的を絞っていくとかそれから「 平和を愛する人って言うんだけけれれどもこれだけじゃ広いですよねそうじゃなくて例えば戦争ばかりしていた織田信長に対して私はラブレターを書くよという気持ちになるとかこう誰かに対してラブレターを書くということがこの推し活、うん、それが読書推薦文というものなんです。 だからちょっっっと今今ぽぽいいんですよね相手が必ずつまり一緒にこんな体験をしたいとか一緒に料理作りたい一緒にキャンプに行きたいとかそれからあなたに変わってほしい頑固なお父さんあなた変わってほしいのよって言ってやってみるとかそれからあなたと同じ体験をしたいんだ一緒に鉄道に乗ろうよとか同じ体験をしたいんだそ,それからあなたと一緒に平和について考えてみたいとか s d d s についてあなたと考えてみたいというような あなたと動かす、あなたを動かすということで、相手が手に取ってくれるようにしていくということなんですよね。そういうものを書くということは、何かというと、自分が書いた文章で人を動かす力がつく。自分が書いた文章で人を動かす、人を感動させる、人を動かす力がつくということは、国語力っていうものは圧倒的に強くなるわけですよ。うん,うん、まあ、こう漢字ができるようになるんじゃなくて、文章って人を動かすっていうところに持っていく。 そういうためにも300字ぜひチャレンジしてほしいと思うねあなるほど、うん、ね私も300字から始めてみますう、ね、そうですね、はい、そう自分の死が世界に生まれる世界人に伝わるということですね,ねいいこと言いますね、えー、素晴らしい素晴らしいですねそうです私も300字から始めてくださいということですさてじゃあ2022年去年書かれた推薦文というの、うん、ちょっと味わってみたいとい実際の実際のでここには小学生の文章も出ます ただそれが稚拙だとは思わないでくださいすごくいい文章があるので中学生にもぜひ読んでもらいたい文章ですので皆さん見てくださいまず一番目、小学校2年生ですなんと選んできた本は時刻表です文章じゃないですね文章じゃない全然そうだけど時刻表を選んできたさあじゃあちょっと読んでみてくださいはい <laughs> コンパス時刻表2020年5月号進めたい相手はお父さんですお父さんへ 3年前のこと覚えてる僕たち福岡に住んでいて時刻表を見なながらいいろろ電車に乗っったたよねね楽しかった、ね、例えば JR 春日駅から普通電車で南福岡駅まで行き快速に乗り換え鹿児島本線で博多駅へ行きソニックで小倉駅まで行きまた乗り換えて普通電車で門司港駅で降り鉄道博物館に行ったのがとっても楽しく素敵な思い出になっているんだよ。その時 何分に乗る？何の電車に乗るとか、お父さんに質問したら、時刻表を買って見方を教えてくれたよね。それから、僕は時刻表の虜でどの電車にしようかな。何分で行けるかなと。ワクワクが止まらないんだよ。コロナがなくなったら新しいのを買いお出かけしようね。どうです。これ時刻表なんて数字しか入ってないですよ。本当ですね。数字と地名ここ地名しかないですよ。 そんな本なのにそうそれで多分読書感想文が書けますかっていうと読書推薦文なら書けるわけですよ、うん、これを買ってお父さんと一緒にまた旅に行きたいお父さんあの旅楽しかったよっていうことを言うわけですよねお父さんこの文章読んだらどう思います泣きますもうそしてまた時刻表2023年8月お父さん買ってくるっていうよね <laughs> これ人の心動きますよね。こ,こういう文章を書けるっていうのが、人を行動させる文章だということなんですよね。すごい具体的です。よね子供とその男の子と、お父さんが。こう電車に乗って、こう窓にこうやって、こうね。できるよ。景色を見ながら乗ってる風景がすごく思い浮かびます。そうそうそう僕ね、これ読んだ時にね、思ったのは。僕は小学校の時に、僕一人だけ時刻表が読めないことが分かったんですよ。 そうだ周りの人はみんな時刻読めるのに時刻読めなかったのその時ね、えー、まあ今は読めるけどね <laughs> だけどその時にねっ読すっごいコンプレックスを感じたのみんな時刻表で話して時刻表で旅みたいなのしてるのに<ー>僕だけできなかったんですよですごく時刻表が嫌いになって旅が嫌いになった <laughs> <laughs> 旅の計画をするのが嫌いになったんですよね だからね、こういう経験を小学校で味わっているってすごい僕大事なことだなというふうに思ったんですん<ー>もちろん中学校でもそうですよね<ー>中学校で何かを経験したものを300字にまとめていくということがこういうものが生涯残っていくものになるというふうに思うんですねね、コンパス時刻表を押してる,押してるそれお父さんに伝えてるんですね,ねそうその通りのね、面白さが伝わる本当その通りだよね伝わる伝わるじゃあ次いきますねはい行きましょう次2番目の悪者 ということで今度は小学六年生ですねじゃこれ読んでみましょうはい二番目の悪者勧めたい相手は拡散しようとしている人へ、うん、今拡散しようとしている人、うん、少し止まって二番目の悪者を読んでみてください嘘の噂がだんだんと広がって本当のことのようになってしまう過程がとても恐ろしく書かれています 嘘は向こうから巧妙にやってくるが真実は自ら探し求めなければ見つけられないすべてを見ていた雲がつぶやいた言葉です私はこの言葉にハッとさせられました誰でも簡単に発信できるからこそ自分の考えをしっかりと持つこと無責任に信じて悪意に加担しないようにすることが大切なんだとだから あなたも少し考えてみてください二番目の悪者になる前に今度はすごく社会性を帯びている文章ですよねっパッとしましたパッとしますよね<私>これもよく見るとね人の名前はないんだけど拡散しようとしてる人へっていうのに向かってラブレターを書いてるわけですよね、うん、で、この何をやってほしいかというと行動はあなたが二番目の悪者になる前に少し考えてほしいっていうのが ここの言いたいたとなんですよ、はい、でこれを言いたいがためにこの文章を書いているんですがこれ読んでみると確かにありますよね何か SNS でその何の気なしにそれ拡散してしまったりとか何気なく「そうだよね」って一言書き込んでしまったりとか何かいろんなことをやってるうちにえ実は2番目の悪者になっていないか。うん SNS というのを使わなくても例えば学校で何かがあった時に「誰々ちゃんが悪いんだよ」というのをその「誰々ちゃんが悪いんだよ」というのをまた他の子にそのまま伝えていないかそうするとこれは2番目の悪者になるということを書いてるわけですよね。これね2番目のっってちょっと心 私なんかこう二番目の悪者になってることがよくあるんじゃないかなといやもう私なんか思いましたドキッとしちゃってねリツイートとかすぐしちゃうしこうやっちゃいますよねいいねとかすぐしちゃうから俺二番目の悪者だなと思ってこれ読んだんだけどこれなんていうのはまさに今の社会というものに対してこう何か言っているものこれ読むとドキッとする人がたくさんいるという意味では多くの人に対してこの文章は投げかけている文章だというふうに言えるんだよね さっきのお父さんっていう感じだったけど今度は多くの人にドキッとさせて当てはまるコ、ね、メントにもね、うん、自分に言葉が向けられているみたいですね、うん、伝えたい相手を決めるって大事ですね想像が膨らみますあの伝えたい相手が決めるって大事ですねっていうところをぜひ今日学んでほしいなというふうに思うんですね、うん、はいじゃあ次に行きますね次は夏目漱石明暗中学三年生 これね、やっぱり小学生とはまた全然違うものが出てきましたね。じゃあちょっと読んでもらいましょう。はい。名案進めたい相手作家の卵の友人へ。うん、私からあなたにお願いがあります。名案を完成させてほしいのです。この本は夏目漱石の晩年のそして未刊の小説です。 600ページもあるこの本を読んで続きを書くのと思ったでしょう。しかし読み始めるときっとあなたも続きが気になり出します漱石の時代の古い言葉遣いが多用されているにもかかわらずページをめくる手が止まらなくなるのです読み終わってしまうことそして完結していないことを残念に思う気持ちが募ってくるはずです人間のエゴイズム という痛いテーマを扱っているにもかかわらず読んでいてそこはかとなく流れる空気が心地よいのですですから未来の作家のあなたの明暗の続きを書いてくださいすごいですね名文ですねかっ,こいいかっこいいですよねかっこいい。しかも作家のとも卵の友人に向けてこの文章は書いているということなんですね 夏目漱石というね、日本の近代文学を作った作家です。はい、もうもう、日本の文学というのは、夏目漱石が作ったと言っても、もう間違いないぐらいの大作家です。この夏目漱石が、一番最後に書いた小説が、この名案という小説なんです。で、この名案というのは、途中で終わってるんですよ。<本>いいとこで終わっちゃうの。うわで、で、そこで夏目漱石がなくなっちゃうんですよ。あ、本当に。そうそう、そこでなくなっちゃってるから。 多くの作家があれこの先どうなるんだろうと思うじゃないで多くの作家がこう明暗はこの先こうなるんじゃないかとか明暗その先みたいなものを書いたりとかいろいろするわけですよところがそれ読んでみるとあれそうじゃ僕はこうは思わないけどなみたいなところがあるわけですよねそれでこの人は夏目漱石のその明暗というのを作家になりたいっという友達に ぜひじゃあその明暗の先を書いてほしいということを言っているわけです、うん、これは相当文学というのをよく知っているあるいは夏目漱石推しな人だと思うんですよ<ー>これはもう夏目漱石のことを本当によく知っている人だと思うんですね それでね、こう一つあるのはね、はい、いやいや昔の近代文学例えば、えー、芥川龍之介とか、はい、三島由紀夫とかねそういうのはすごく難しい言葉が書いてあって読みにくい知見にはよく出たりとかいろいろするんだけれども読みにくいと思う人もそして推しだとしたらまず一番初めにこの人一体どんな人だろうって調べますよね。 こう、なんか背広姿似合うじゃんとか、うん、あ、何トーストが好きだったいとかね。<laughs> なんか、こう、ちっちゃいところを書いていくじゃない。で、その人を、で、どんどん好きになっていって、あ、一番初めに書いたのは。猫かって、この人、猫飼ってたのかな。猫飼ってた。え、猫塚っていうのが、今あるんだ。うん、なんていうことで、こう、いろいろ、こう、やっていくじゃない。だんだんだんだから、さあ、ようこそ、推しの世界に入ってくる <laughs> <laughs>。沼、どう沼に。沼に、こう、はい、ズブずぶと入ってくる。 そうこうしてるうちにじゃあ読んでみようと言って読んでみるとその猫の視点で書いた文章がやっぱり面白く思えたりとか、うん、それから心っていうのがあるんですけども心といいうのは三角関係を書いてるんですね、うん、恋愛における三角関係っていうのを書いてあたたたたたたって三角関係のみんな経験したいな、ね、<laughs> 三角関係みたいなの書いてあってあそうかこういうふうに考えるのかというようなことがあり明暗があるみたいな。 そうすると推しとというもものにになってみるる夏目漱石入れるわけですよ、うん、芥川龍之介だったら芥川龍之介太宰治なら太宰治というものの推しになってみていろんな人を調べていくとそれがまたいろんな文学やなんかを読むきっかけになるんだよね。だからその本が好きか嫌いかっていうのもあるんだけどもまずその作家っていうのを好きになるっていうところ、うん、あ芥川龍之介かっこいいなってそれでいいと思うんだよね。うん、そういうううういいいいいとところかから入っていくっててくのも大事かなというふうに思います、うんうん お、いろんなコメント来てますね、うん、先生。うん、えー、私も明暗を読んで自分なりの続きを書いてくる。ね。ぜひやってください。面白い。このメンバーからね、<ひ>この仲間からもうぜひ次の明暗を書いてほしいですね。ね、もうみんなでこうなんか桜田ファミリアじゃないですかね。みんなの私の私の明暗。<う>でもあれですね、自分が夏目漱石になる前に漱石へのお芝を語る。るそ,うそうそう。 っていうことが大切というのでしょうかそうそう。もうね、お、お、装飾のおしに語るのがまあ大事だったり、うん、僕は太宰治っていうのがすごく好きだったんだけど、やっぱそのダザイが使ってる万年筆がかっこいいなと思ったところから入ってきましたんですよ。物から入ってもいいわけですね。そうそうそう僕はま万年筆好きだったんですけど、ね、かっこいいなと思って、うん、で万年筆をこうインクつにつけて書いてるっていうのがあって、万年筆のなんでインクつつけてんだろうと実は壊れていた。 いうことが分かったりしてそんな小さなところからちち小さなところから原稿用紙見ると「走れ <laughs> メロスが書いてあ,るあこの万年筆で書いたのかなみたいなあ,あそっか本物の,本物の生原稿生,生原稿ってこうなってんのか <laughs> 結構すごい繊細な字だなみた,どんどんみたいなどどんん沼へ <laughs> そ,そうそう,そう,そうおし活の沼に入っていくってい だって推し活の場に入ってみると、うん、もうやっぱり文学っていうのは。一人の人間、一人の作家っていうものを、まるまる読んでみると、もう圧倒的に文章力。あるいは読解力っていうのがつくんですよ。ああ<ー>。うん、そうですね。本当に物のしそうですよね。そ,<う>その人が使っていたものもすべて。世界観の中に入ってくる、ね。世界観っていうのが入ってね。また第三者に伝えられるようになると。例えば、今日こんな格好してますけど、はい、大谷翔平が。 スーツの下に白い靴を履いていた時代、ことがあったんですよ。<ー>そして、これだと思って真ネしてるわけですよ。あのー、モデリング。<laughs> まあ、こんなことで、何でもいいんです。その、その <laughs>、その、とにかく、そういうふうに好きになる。好きになって、その好きなことを伝えたいと思うというところが。この、す、推薦文の原点なんですよね。<ー>うん、じゃ、僕、気持ちは、その、ラブ。ラブ。 ラブから始まるラブをこのラブをどう伝えようかでも全部そうだよて、うん、てのものののもははここラブをどううう伝えるかっていととだと僕は思うのねう本たくさん書くんだってやっぱりみんなみんな例えば大勢の中のあなたへっていうのを僕は朝潮に書いてるけれども、うん、それだってラブですよねこうなんかこう打ちひしがれてる子供に対してなんか声かけてやりたいとかそういう気持ちで書いているんだと思うんだよね。うん いや、すごい皆さんからたくさんコメントが来てますよ。うん。ね、好きになる。好きをつかむ。かっこいいな。好きをつかむってさ、僕言ってないけど、彼の方がかっこいいね。かっこいい。好きをつかむって、すごくかっこいい言葉。です好きをつかむっていうことだよね。好きっていうのは、なかなか待ってても来ないじゃない。確かに。好きだ。こう。取りに行く。取りに行くって感じですよね。うん。そういう感じをみんな持ってもらうといいですね。ああ、なるほどね。はい。 いいですね。じゃあちょっとこれからここからはあのそうですねはい皆さんから質問をどんどん寄せて頂いてはい北先生にも別にその推薦文の話じゃなくてもよくて読書のコツとかそれから文章それから勉強の悩みでもいいので勉強の悩み聞いちましょうとにかく皆さんの悩みに答えられるだけ答えていこうと思います。どどんんんん皆ささチャットに書き込でみてくだいいね。お願します。 じゃあまず、えー、事前にですね、うん、あのお寄せいただいているものがありますので、はい、その中からいくつかご紹介いたしますね、はいえー、感想文の,、うん、のお悩みです、うん、感想文の文章の最後のまとめ、うん、ここが、えー、楽しかったですまたやりたいですびっくりしましたなどいつも同じパターンになってしまいます、うん、上手な書き方を教えてほしいですという質問が来てますはいわかりましたこれね楽しかったです っっってていいうのがが書き癖にななちゃるる人がいるんですよなんとか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 で「楽しかったです」って書いちゃってそこの前にはいいことを言ってるのに、うん、最後のところだけ「楽しかったです」ってなっちゃうとすごい文章がつまらなくなっちゃうの、ねうん、でこういう「楽しかったです」とか「美味しかったです」って書く人はまずそれを禁止するんですよ自分の中で。あもうこれはやらないぞと、うん、そう私はね夏目漱石好きな推しなんだから、うん、私は文豪なんだから。 楽しかったですなんていうことは書かないようにしようということでまず決めてみると「楽しかったです」って書こうになった時にどう楽しかったのかとか<ー>楽しかった時自分はどんな状態だったのかっていうことがこう見えてくるわけですよ。うそのそ「楽しい」ということが例えば「五感」で表すとどうだろうと。かがしと。ああ全然違う楽しかったが変わるじゃん ないです具体的ねで感動に打ちひしがれましたってこれも全然違うじゃないですか伝わる、ね、そういうのが全然違う例えば「おいしかったです」って書くところが辛かったので口の中が火,火が吹いたようでしたでもおいしかったですって全然違うものになるじゃないですかうでそういうふうにおいしかったですというところにもこういろんな表現をつけていくことによってこれ変わるわけですよねでそういうふういふに 自分が「楽しかったです美味しかったです」って終わるところを一回やめて<ー>それは一体どう,いうどういう感覚だったのか五感で一回考えてみるそれからそれは一体どういう状態だったのかというのを考えてみるだけで文章というのはその最後の「楽しかったです美味しかったです」をやめるだけでこいつめちゃくちゃ文章うまいなって感じになるんですよ。あーなるほどもう 最後をちょっと変えるだけでめちゃくちゃ文章うまく見える印象が百印象は変わる楽しかったですというところところをその夕日がとても印象に残りましたって書くとするじゃない<ー>その日の夕日がとても印象に残りましたってと楽しかった余韻がふわーっと,と広がるよね続きます続きますそれを書くだけであこいつよほど楽しかったんだろうなうまい書き方するな最後をちょこちょこっと変えるだけで 文豪になれば。届く気持ちは同じ。同じなの。楽しかったんだろうなっていうの、その受け取るんだけど、その表現が。表現が。なるほど、細かければ細か。細かければ細かいほど、文豪になる。文豪はそこです。結局楽しかったって言いたいんでしょうって、そうです。一言で言うと、その。そういえば、楽しかったんだけど。そこをどういうかですよね。それを五感。五感とか、嗅覚とか、音とか。 そうですね。そういう触った感じの手触りとか、そうそなので書いてみ、でね、なるほど、ね。はい。もうすごいです。もう追い、追いつけないぐらい。ああはい、あ、質問がいっぱい来てますよ。<ん>先生、どれにしましょうかね。ね本を深く読めるコツを教えてください。ああ、それ知りたい。ですということにしましょうか。これね、本を読めるコツっていうのはね、前にも一回言ったことがあるんですけどね。本の中に、えっと。本を読むときに、しおりの代わりに、このぐらいのちっちゃい紙を。 このぐらいのちっちゃい紙をこれしおり代わりにねこうやってこう入れ入れるわけですよ折って真っ白紙を入れる真っ白紙入れと<れ>これこれはしおりしおりしおりでここでねちょっと感動したこととか、はい、ちょっと感動したこととかそれからいい文章だなと思ってあその本の中でその本の中でいい文章だなと思ったら P 三十八ページなんとかなんとかとかなんとかと思うこの一枚の紙にこれの感想を書いていく。 それでそれをここの最後に貯めて入れとくんですね。はい。そうするとこの本っていうのはこの一枚の紙に自分のどこに感動したかが入るわけです。はいはい。ね、これこういう紙を作っていくのと、ただ闇雲に線を引っ張ったり付箋をはし貼ってるのでもこれ全然違うわけですよね。実際に書く。そう。でこの紙を一枚作って置いておく。 でこれは何のところでもそうなんですけれども何の勉強でもそうなんですけど1枚紙を置いといてちょっと気になったところとか、うん、自分がちょっといい文章だなと思ったことをちょこちょこっと書いとおくシャーペンでちょこちょこっと書いとくぐらいのものをずっと入れとくんですようそうすると後で読んだ時にこれだけ見ればあこんな感想だったんだとか読み返した時にいやそれよりこっちの方がいいじゃないかとか そうか中学2年の時にはここに感動したけど高校に入ってみるとここ感動しねえよなとかあ,あそっか日にちとか入れておけば分かるん、ね、ですかでこれをね全部挟んどくとこれね文章というの文章とかどっかよりか全然変わるんですよ。はあ。これできそうですよね。そう なんかこう要約のコツを教えてくださいって書いてあった要約のコツはこれまさにこれですね要約のコツはこれ白紙そうそう白紙に書いてそれでそこの文章というのをちょこちょこっと書くだけでいいんですよ、はあ、でそれは絵描いても構わないし絵でも絵でも全然構わない何でもいいからこれメモ帳だと思って書いとくわけ<ー>で、それがいっぱいになればなるほどこの本は読んだことになるわけですよあ、確かにそうそう一冊を何回も読むことありますからねそうそうそうでこういうものが入ってるとこういうものを書こうと思って本を読む ただ漫然と読んでたってストーリーリが面白いか面白白いいかかくなで決めちゃうんですよ、うん、あつまんない本だなストーリーがつまんないなって言ってストーリーリでで終わっちゃうんですよ、うん、そうじゃなくて「あなるほどこういう表現の仕方があるのか」とか「うん、人に対してはこういうものの言い方をすればいいのか」とかあ「夕焼けってこういう描写なんだ」とかなるほどそういうものに関していちいちこう引っかかったところを書いていくとそれはもう自分の力になるわけですよね。 こう自分で書くから、そ<う>自分のものになっていく。そうそうそう。だからみんなに言いたいのはね、自分はいくまでも読者と思ってんじゃなくて、自分は引筆者みたいな書き手になりたいと思ってほしいわけ。はあ、うん、書き手になったと思ったら、これいい表現だなって、っちょっとちょっともらっとこうかなみたいな、うん、そういう気持ちで読むと深く読める。 深く読むにはどうしたらいいですかっていうね、うん、本もありましたもんね、うん、まさにそういうふうにこういい言葉をどんどん仕入れていくと「何々でした何々と思います何々だからです」っていうふうに文章が終わってしまいます、うん、かっこいい文章の締め方っていうのもそこから仕入れればいいんそそそれれいいですね。 でこの思いますっていうのもまたあれで思います禁止っていうのもしてみると。思います禁止。<laughs> そうそう自分にいろいろとうそう。思いますってきたらつまり思いますが二ついたらもう思いますは一回やめよう,っていう。あ,あそうか。もうソース二度付け禁止。そうそう。ソース二度付け禁止にして考えますでもいいんですよ。あちょっと変える。ちょっと変えるだけでもいいんですよ。そのうちネタがなくなってきていろいろ考えるようになるんです。あ,あそっか。もうこれ二回やっちゃったしな、うん。そうそう。体験止めにしてみようとか<ー>やってみるとリズムはすごくできるようになる。うん。 それから思います思いますで来てるっていうのはちょっと弱いんですよね思うだからだけどここだけは「だ」ってで限,限定してみようとかお<ー>そうすると「何々何々だ」「何々何々だ」「何々だと思います」ってつくとすごくこう柔らかい<ー>けどメリハリのついたいい文章になる、ね、なるほどです。逆にもう本にのめり込んで止められない場合はどうすればいいですか 本にののめり込んででっていいいうのは全然構わないといいですよねただその本でのめり込んだっていうのは,大抵の場合はストーリーなんですよ<ー>ストーリーリを追っかけてそのストーリーが面白くてそのストーリーというものをずっと追っかけてああ面白かった」って言った後にもう一回開いてほしいてしんですよもう一回一回,回ストーリーっていうのはこの先どうなるだろうどうなるだろうどうなるだろうって追ってるからハラハラドキドキして「あ結末はこうだったなんか面白かった」ってやっちゃうとこの本はそれで終わっちゃうんですよ。 まるでなんか清涼飲飲料水んんだよううな気持ちちさでで終わっちゃうんです、うん、そこから自分はこの本のどこが面白かったのかどの言葉に引かれたのかっていうのをもう一回冷静になって全部結末までは分かったところに白い紙を出してやっていく、うん、それだけでで違うんですよねう、うん、もう一回読んで今度は言葉をよく見るっていうことですかね、うん、ストーリーというよりも。 だからね国語の記述問題のコツを教えてほしいですっていうね,これ,いいねこれねまあちょっとこの短い時間で、うん、あのちょっとそう1時間ぐらい設ければあれなんですけどね一つみんなに覚えてほしいのはね頭のの中に口癖でででこここだなっていうのを持ってていいういうことでしょううを持ししんすよとょつまり記述問題を読んでいってそして先生が言ってるのはここだなっていうふうに頭の中でここだなっていうふうにこう 思う癖をつけてほしいんですよ<ー>そうすると問題を読んでたときに「こう何々何々」ってこう書くじゃないですかこれを「論ぜよ」って言ったときにふっと戻ったときにわざとここだなここがここが言いたいとこだなって言ったここだなっていうことを言うふうに口,口,口癖にしてほしいんですよ。本当に自分の口からここここだなここだななそれから本を読んでるときにその本長い本を読んでる時も大事なのはここだな っていう風に言う癖をつけたんです。<ー>その何かというと重要ポイントというのを自分で意識的に絞ることが大事なんですよ。な重要ポイントはここだな、ここが大事なんだなっていうことを自分に言い聞かせるんです。そうすると記述問題っていうのはそのここが重要だというところが出てるわけですよね。うん、僕は問題作るときに問題を作るときにこう読んでいながら。 ここだなっていうところをやっぱり問題にするわけですよ、ねうんうん、そうするとそのここだなっていうところはその前に書いてあるとかなんかわかるわけですよだからこれは別にその記述問題だけではなくて先生の話を聞いてもずっと聞いていても聞いている中であここが重要だなここだなっていうふうに今重要ポイントというのをこうはっきりと自分に言い聞かせることが大事なんですようんここだなっていう口癖を持ってほしいと思いますねはぁ<ー>、うん これ皆さんやってらっしゃいました。うんうん、なかなかね、あの気づかないあの大事なところをつかめれば記述もできるんですね。そうそうそう、その通りですね。う,うん。それを口に出すっていうことですね。<う>うん、口に出してここだってこういう、まあ指でさしてみるんだけど。すごあ、今度の期末で実践してみようと思います。やってください。ここだな。成績が上がったら私のおかげです。<laughs> <laughs> <laughs> なんかください。<laughs> <laughs> そう。 大事なポイント、授業でもずっと聞いてると漫然としてるじゃないですか<ー>その時に「あ大事なのはここだな」っていう人の話を聞いても「あここが大事なんだな」って大事なところに対して「ここだな」って言う,う癖をつけていく<ー>そうすることによって文章を読んでも「ここだな」って言えるようになるそれが記述問題になると「あここが重要だな」って分かるようになるかだ,だからまず記述問題を解くというテクニックな問題ではなくて重要なところに「ここだな」っていうポイントをつけていくということが大事なんですね。 でもそれ自分で決めるっていうのがいいですよねここだなっていうのを言わなくちゃって思言おうと思うから、うん、それを探しながら聞きますよね文章もそれを探しながら読みますよねそうそうそうでそのここだなのポイントはずれてようが構わないんですよ自分が思ったところ、うん、それは自分主語だからいい,い自分主語だから全然構わないなということです、うん すごいですね。うん、自分でポイントを探すのが大事なんですね。そうなんですよ。はい、自分でポイントを積極的に探す癖をつけてほしいんですね。うん、そうすることによって勉強もすごく積極的になります。ここだなっていうポイントがあれば、いやでもそれをなんかすべてのこう教科にもうそうそうそう。すての教科だし、ね、僕たち働いてる人間としても、はい、ここあこの人がいたいなここだなっていうのがポイントを示せれば、これ全然変わりますでしょ。うん、あ先生いたいのはここだなとか。 お母さんいたらここだなってことが分かるだけで何がが重要か絞れるよようになりますねそうじゃないと何か言われてる言葉が感情的で強かったりすると「もうなと思っおかんまた同じこと言ってる」みたいな。なっちゃうけどそういうことなんですね。ほ本当にお母さんが言いたいこととか先生が言いたいことどういうことだろうかって。ということをこうやってほしいなるほどいいです。ね はい、あ、皆さん、ありがとうございます。ね、苦手なので、実践してみたいです。あとね、その、言っちゃうとね、うん、芥川龍之介。っていうのはね、口癖があってね。えー、つまりが口癖だったって言うんですよ。つまりが口癖つ。つまりって言ってこう。つまりってこういうのが口癖。だったっていう話なんですよ。よう,ようやく癖がある。ですかそうようやく癖があるんですよ。ええー。つまり、つまりって言った後には、それを君が、つまり君が言いたいのは、こういうことだよね、うん。 っていうふうに言わないと、つまりにならないわけじゃないですか。くっつかないですよね。その脳みそに、つまりっていう信号を出したら。はい。その、それをつまりに対して、ようやく答えるわけじゃないですか。はい。だから、つまりっていうことを口癖にすると、要約力がつく。うわー。だから、夏目漱石の芥川龍之介は、つまり言い過ぎて、短編小説しか書けなかった。っていうのもあるんだけれども。<laughs> だけども、つまりを口癖にするというのは、とてもいいことだと思います。なるほど。うん。 そ,っかそうするとこう自分がねなんかこうダラダラしゃべっちゃうとかうダラダラ書いちゃうっていうお悩みもねいくつかあの出てきていたのでそう,そういう方は「つま,つまり」とか「つまり要するに」とか要するにこれを口癖にする「ここだな」と「つまり」です。うん ここだなとつまりで、うん、はい、あの後期のあの期末試験はこれをちょっとやって,みてください、次回テストでは実践してください。はい、本当そうですね。<laughs> ね、期末のテストね、はい、出てくるかもしれませんのでね、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、何時以内で書けというのがあまり収まりきれないことがあるので、やってみたいです、うん。これもね、何時以内で書けっていうのも300字をまず書く癖をつけてください。うんうん。それを50字に削ったり800字に増やしたりということはできると思います。300字というところを半分に減らす、300字というものを倍に増やすという。 300というところを一回やってほしいと思います300あればある程度その全体のどういう話し方か要約ができるのではい、うんはい、ありがとうございましたいや本当に皆さんたくさんのチャットありがとうございますコメントをご紹介したいところなんですけれどもまだまだね引田先生の質問本当にあのご紹介できなくて申し訳ありません残念ながらおしまいの時間が近づいてきたんですねでここでえ引田先生が審査員を務めていらっしゃるあの先ほどからご紹介をしているお気に入りの一冊をあなたへ 読書推薦文コンクールについて皆さんにお知らせをしたいと思いますこのコンクールは大好きな本を誰かに勧める本の推薦文を書いて応募するというものです引田先生あのこの読書推薦文を書くメリットというのったら教えていただきたいでしです、ね、先ほど言ったように推し自分の情熱エネルギーを傾けるものを作ることができる、はい、ということと三百字にまとめるということで読解力表現力がつくこれは国語の力になるということ それから文章はラブレターだっていう気持ちがよくわかると思います。うん、なんとなくこう文章を書くのが苦手だってね、なんとなくこうぼんやりと思っていても、推、うん、し活なんだとか、<う>ラブレターなんだっていうふうに思うと、なんかこう捉え方が変わる気がしますね。すべてはラブレター。すべてはラブレター、<laughs> ラブから,ラブから始まると。 いうことですねはいありがとうございますで、この応募の締め切りについてご案内させていただきますね応募の締め切りは9月15日ですはい今皆さんにご覧いただいていますね9月15日の金曜日となります原稿用紙応募用紙そして封筒はホームページからダウンロードできますのでえ皆さん ホームページへはお気に入りの一冊をあなたへ今ね画面に出ていますけれどもこれを入れて検索をクリックしてくださいじゃあちょっと先ほどあの読書を楽しむことを知りたいですっていう質問も出てきていたのでそれに関連して実はですねコンクールサイトにこういうページもあるんですよちょっと皆さんに実際ご覧いただきましょうホームページのこの読むと書くというところがあるのでそこをマウスオーバーするとこの本の読み方というのが出てきますこれをクリックしますとですね うん、もっと楽しくなる本の読み方ということでは、えー、谷川俊太郎さんとかね、三浦し志んさんなど7名の方が楽しく読むヒントをお話しされたインタビュー記事が紹介されていますはい、こういうことをね、えー、見ることによってもっともっと本が身近になったりだとか、えー、楽しくなっていきますのでぜひご参考になさってくださいはいありがとうございますでは最後に引田先生皆さんにメッセージをお願いしますはい え皆さんいい中、ね、どううもありがとうございました皆さん勉強なかなか辛いものもあると思います大変なこともあると思いますだけども勉強っていうのはね自分のの未来とといううを愉快にすするもんだと僕は思うんですよいろんなことを知ったりとか勉強することによってコミュニケーション能力がついたり人の気持ちが読めるようになるということは勉強することによって未来が愉快になるということだと思うんです。 だから勉強って知識をつけようというよりも自分の人生というものを愉快にするために楽しくするために勉強していってほしいと思います暑いけど夏休み有意義に過ごしてくださいはいありがとうございます確かにそういうふうに考えると、うん こう目の前の例えば偏差値が上がらないとか。うん、この問題が嫌いだとか、うん、国語の先生とが僕嫌いだとか、そういうことではなくって全部これは愉快な未来につながってるのかと思うと、うう愉快な未来。やっぱり皆さんね過ごしたいですよね。愉快な未来につながっているっていうことをま1、あ、番大きな大前提ですよね。そう,うん。 だってやらないで知らなかったらいろんなところで騙されたりとか、うん、それから知らないことによって何か自分の自由度がなくなっていったりするということは勉強するというのは愉快になることだっていうことが大事だと思うんですよね。うんうん 今日は文章を書くことはラブだということと、はい、勉強することは愉快になることだという講座でした。はい、はい、この2つをね。<laughs> 持って帰っていただきたいと思います。そうするとね。ちょっと今皆さんのま周りにあるね。参考書とかね。はい、テストの問題だとかね。そういったものがなんか別のものに見えてくるかもしれないですよね。うんはい、これができたら愉快な未来が待っている、はい、そうですね,ね。何か文章が苦手だと思ったらちょっと。うん 一つだけラブレター書いてみようかなとかねそうそうそうラブレター、うん、もう誰に当ててもいいんですよね誰かこ,このチャッピーに当ててもいい猫、ね、のチャッピーでも全然カバー猫のチャッピーに当ててもいいんでね <laughs> そう誰かに向けたラブレターを一つだけ書いてみるともしかしたらちょっといいことがあるかもしれないですねはい、はい、ありがとうございます北先生本日はありがとうございましたどうもありがとうございました 皆さんもありがとうございましたえ終了後すぐにアンケートフォームが立ち上がりますのでぜひ感想などを、ね、たくさんえ書き込んでくださいお待ちしておりますあこれ先生この講座が終わった後どこに質問すればいいですか <laughs> どうすればいいですかあ,あ本当ですねあるんですかえア,ンです、ね、アンケートに書いてくださいとのことですはいお願いいたしますまだまだね質問をあのやりたかったよっていう方いらっしゃると思うのでこの講座が終わってしまったらあのアンケートが立ち上がりますのでそ,<う>そちらで質問をえ項目書き 混んでいただければと思います。はい、えー、以上をもちまして、読解力と表現力を伸ばすための作文教室読書推薦文を書こうを終了いたします。皆様ご参加いただきまして誠にありがとうございました。さようなら。